社会人野球日本選手権、東京ガス4対2大阪ガス、31日1回戦京セラドーム大阪大会史上初の3連覇を狙った大阪ガスが初戦で東京ガスに敗れた。広島にドラフト5位指名された大阪ガス高野加投手、21高陵、府が敗戦後、プロ入りするか悩んでいる心境を明かした。救援した5回2死満塁を抑え、3回3分の1を1失点、自責なし、と好投。自己最速に並ぶ151キロも計測した。ただ、シーズン最後の試合に敗れ、表情は浮かなかった。プロへの思いを聞かれると、まだどうなるかわからないので、と切り出し、心残りがある。上位指名が目標だった。野球以外の部分で調子を崩してしまったので悔しい。来年はこれ以上になる自信がある。プロへの思いはすごく強いが、今後、会社としっかり話したい、と話した。都市対抗の後、喉に海しか溜まる病気にかかり、約1ヶ月間プレーができなかったという。昨年の大会では最優秀選手に輝き、ドラフト上位候補と評されたドラフト解禁年だったが、本調子でないままドラフトを迎えていた。話し合いの結果次第では、入団拒否の可能性もある。